どうも、懲罰モンキーです。皆さんは資金配分という言葉を聞いたことがあるでしょうか。ボートレースをはじめ他のギャンブルに馴染みのある方はもしかしたら言葉くらいは聞いたことがあるかもしれません。そうではない方、初心者の方もご安心ください。懲罰モンキーが詳しく解説していきます。今回の動画を見れば資金配分の基本がわかり、今後のレースを有利に買うことができますので、ぜひ最後までご覧ください。資金配分の説明の前に、まずはオッズについて触れておきます。まず実際に私がかけたレースのオッズ表を見てみてください。一番低いオッズが1:3で 5.7 倍、これは100円かけたら570円になりますよという意味です。そんなこと知ってるわ、懲罰モンキー舐めてんの、と思った方しばしお待ちを。ところが実際かけるときは1点でかけることはほぼないですよね。私も1:3かなと思いつつ、1:4もありえるな、1:3にもあるかもと思い、3点を購入しました。今から資金配分しないケースと資金配分をするケースを別々に見ていきましょう。まず資金配分しないケースです。1000円ずつ合計3000円で購入です。見事1:3で的中したとしましょう。私は3000円かけて見事5700円を手に入れました。あれ、オッズ 5.7 倍を的中させたのに5700円割る3000円で 1.9 倍にしかなっていません。次に資金配分をするケースです。じゃあ同じ3000円でも1:3には2000円、1:4は500円、1:3にも500円かけたとしましょう。その場合は1:3で決まれば2000円かけているので11400円を手に入れられます。今度は11400円割る3000円で 3.8 倍になっています。このように資金配分というのはオッズを自分で作ることなのです。次に気になるのが、懲罰モンキーよ、資金配分の重要性は分かった、具体的にどう配分するのが正解なのかという点だと思います。そのことを説明するためには、まず資金配分において最も重要な合成オッズについて解説していきます。合成オッズという言葉は皆さん一度は耳にしたことがあると思います。合成オッズとは複数の点数を買った時の複合オッズです。何か難しそうと思った方も多いと思いますが、詳しく解説していきます。冒頭で出した例をさらに掘り下げてみましょう。先ほどお話しした例では、僕は1:3、1:4、1:3、2の3点の船券を購入していましたので、この3点の合成オッズを出してみます。合成オッズの計算方法はこちらの式で出すことができます。この式に先ほどの3点を当てはめてみると、このように約 2.3 倍となります。この 2.3 倍というのは、先ほどの3点をできる限り均等になるように資金を配分した時に得られる払い戻しの額です。具体的には3点にこのように資金配分した時、投資額は3000円ですので、どの買い目も得られる払い戻し金は約 2.3 倍になっていますよね。つまり選んだどの買い目が的中したとしても払い戻しが一定になりますので、払い戻し額の把握が簡単になります。合成オッズについては分かったけど、締め切り前にそんな面倒な計算できないよという方も大勢いらっしゃると思いますが、心配いりません。テレボートで買い目を入れれば、その時点でのオッズでできるだけ取り紙のないように均等に配分してくれます。これが合成オッズの基本です。それでは具体的に資金配分をどのようにするのかについてお話ししていきましょう。公式 LINE では毎日引けるボートくじもやっていて、懲罰モンキーの激アツ予想を毎日更新していますので、ぜひ今のうちに友達登録しておいてください。大きく分けて資金配分には、攻撃的な資金配分、守備的な資金配分、合成オッズからの均等な資金配分の3つがあります。一言で言ってしまえば、資金配分は攻撃的、守備的、合成オッズを使い分ける、もしくはこれらを組み合わせるのが基本です。ここからそれぞれの解説をしていきます。今回も先ほどのオッズ表を例にとりましょう。今回も合計の購入金額は3000円とします。購入する3連単は51前、31前、1:3、1:3、2の計10点とします。まず資金配分しないケースです。つまり
10通り全て同じ金額で購入すると、この場合は各300円で購入となります。最大の払い戻しは516の 478.2 倍で125,340円、最小の払い戻しは1蓋3の 5.7 倍で1710円となります。次に攻撃的な資金配分の場合です。攻撃的とはつまり最大の払い戻し額を増やす行為です。このやり方は欲が深いブラックモンキーさんがよく使っているので、今後の動画で確認してみてください。516に700円、1蓋3、132には100円、その他は300円とします。そうすると最大の払い戻しは516の 478.2 倍で334,740円、最小の払い戻しは1蓋3の 5.7 倍で570円。資金配分をしない場合に比べて最大で獲得できる金額が2倍以上になります。つまりオッズが高いところに資金を厚くかける、これが攻撃的な資金配分です。続いて守備的な資金配分の場合です。守備的とは最小の払い戻しを増やす行為で、回収率 100% を切らないようにする手法です。何が何でも勝とうとする私懲罰モンキーがよく使う手法です。1蓋3、132には700円、その他には200円をかけます。そうすると最大の払い戻しは516の 478.2 倍で95,640円、最小の払い戻しは1蓋3の 5.7 倍で3,990円。このように一番オッズが低いところが来ても回収率が 100% を超えます。つまりオッズが低いところに資金を厚くかける、これが守備的な資金配分です。そして最後に本日皆さんに覚えていただいた合成オッズを出して資金を配分してみます。今回の買い目の合成オッズを計算すると、合成オッズは 2.82 となり、3000円を配分すると1蓋3に1200円、132に1000円、その他の目に100円となります。最大の払い戻しは516の 478.2 倍で 47,820円、最小の払い戻しは132の 6.8 倍で 6,800円。わかりやすく3パターンそれぞれの最大最小の払い戻し金を比較してみます。合成オッズをもとに資金配分をすると、このように買い目と掛け金にもよりますが、100倍以上のオッズのところには100円しか買えなくなってしまい、高配当の旨味を感じにくくなってしまいます。皆さんは自分のお金をかけるとなると、どの配分が一番いいと思いますか？つまり資金配分には正解というものはなく、その人の買い目や軍資金によっても変わってきますので、ぜひ自分に合った配分方法をレースをやっていく中で見つけていってください。しかし一つだけお伝えできることは、買い目を正しく絞って購入できるとすれば、合成オッズに基づいて購入するのが一番期待値は高くなると思います。特にボートレースを始めて間もない方については、テレボートの資金配分機能をしっかりと使って購入してみてください。資金配分とはレースごとに攻撃的、守備的、合成オッズに基づいた配分の3つを使い分けることが肝心です。しかし最も大切なのは、できるだけ少ない点数で的中させるということですので、予想の精度を高めた上で資金配分をするようにしましょう。今まで均等に資金を配分していた皆さんも、ぜひ本日お伝えした資金配分を実践で使ってみてくださいね。またボートレースで役に立つ情報やおすすめのレースなどを配信していく予定ですので、チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。コメントをくだされば、全てのコメントに目を通させていただき、できるだけ早く皆さんにコメント返ししていきますので、コメントもお待ちしております。公式 LINE でもボートレースにまつわる様々な情報や懲罰モンキーとっておきの予想も配信していきますので、ぜひ今のうちに友達登録しておいてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。